はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル魔術師編やっていきたいと思います。今回は巨人墓場に行って墓鬼とですね、倒していきたいと思います。玉ねぎくんが棺の祭事場に来ました。あのオルロンドをね、ちょっとソウル稼ぎでやってきました。まあ、とりあえず墓場へ向かいますか。あ、そう、なんかこいつね、話したらなんかどっか行っちゃった。なんかお主は不死の王ではないみたいなこと言って、まあ、敵対しちゃったのかな、よくわかんない。条件がよくわかんないですね。ここら辺のアイテムは回収してあるかな。まあ、突き進んでいきましょう。あと邪教のクラブを溶かして神聖のクラブにしなきゃいけないんだけど、それはやったっけな、忘れちゃったな。あとでちょっとアイテムを見てみましょう。まずはここをちょっと突っ切って下へ下へと降りていきます。まあもうね、月光の体験がメインになってるから、魔術師というよりは魔法剣士的な立ち位置の方が強い気がするけど、ただどうしてもね、捨て振り的にヒットポイントと時給が少ないんで、そこがね不安要素ではありますけど、まず先にガー押そうと思ったら燃やされてしまった。あ、こいつも厄介なんで倒そう。これ強っあ、灯せない。これ灯せる。うわダメだ、座れない。来た、ほら786とか。魔法防御がね全然ない敵だったら月光の体験めちゃ強いけど、1万2000だったら多分レベルは上げらんないね。1万2000ソウルは無駄にしたくないけど、さてここどう進んでいくかだよね。ここら辺はもう多分復活するよね。復活するね。経験値が入らないってことは復活するってことだからな。管轄のネクロマンサーを先に倒したい。よし、オッケー。ここで逃げられるとちょっと厄介だからな。あとは丁寧に行こう。あのね、動画を撮ってる他にも結構ね、裏で別キャラクターでやってたりするんで、巨人墓場までの道はね割と最近やったんで、それなりにサクサクいけると思う。ただ完全にね、順路を通っていくか、まあ、どっかで飛び降りてショートカットをするかっていう。そもそも初見でさ、これ順路通りに行く人って絶対いないよね。絶対どっかで落っこちてさそのままバモスのところに行き着くと思うんだけど。しっかり倒してこう。あ、ここにもいた。慣れるとねそれなりに速くなってくるスピードが。でここ飛び降りると最初のところに戻っちゃうから、こっちか。でここは針が出てていけないのと、こいつらは一応縦受けができるけど痛い。縦受けができるとか言いながら食らってるし。ちゃうかな。でここも復活はするよね多分。線って何、なんで線入ったの。え、誰か死んだ。ハッチとかはだってもう移動してるはずだからな。 NPC たまに死ぬからね。まあでもバージョンが上がって事故率はだいぶ減ったみたいだけど。こいつは痛い。よくここ食らうな。縦受けを忘れてしまう。でここ2体いるからね、できればまとめて一旦やり過ごしたい。
あ、ここのネクロマンサーが死んだ、もしかして。ネクロマンサーって線とかあったっけ。ここだ、ここ穴落ちるんだよね。穴落ちるんだけど、どうやって進んでいこう。このまま下に行くか。で、こいつらは、いや、管轄外だな。ちょっと復活するから、復活するから、ここは罠、まあ、大したアイテムじゃないのは分かってたけど、一応取っていく。もう骸骨がね、大量に湧いてくるからね。神聖のクラブにした方が良かったかな。ネクロマンサーは倒す。で、ここのレバーも押して、ここのレバーをどうなんだっけ、なんか分かんねえ落っこってってんな。で、ここは歩いて落ちる。これもショートカットルートだよね、多分。で、台掛け取って、でもう上にはもうここまで来ると戻れないんで落ちましょう。大体このルートになると思うんだよね、みんな。バンもスカッと、うん、で、こいつは出てくる、なぜか。立て、で、かがり火があるんで、トンボンしておきましょう。1万8000。今、いくつだっけ、レベル上げるのに。1万3000とか。あと5000くらいか。バモスとかやることある。別に炎とか、混沌なんてもう、小ロンドの種火。炎の神髄。小ロンドの種火って何？どこで取った種火だっけ？パリスの黒弓台掛けか。金があるからな、ちょっと使っておきたいのはある。結晶ハルガードは塊使うのか。塊はちょっともったいない。大足がプラス6。あー、どうしようかな。なんか特にっていう感じだな。進化もないしな。神聖グラブにはなってるね。まあ、これは二等戦で使っていきます。機関の骨片を買うって言ってもな買っとく10個くらい買っとこうか。とりあえず5000円。あ、ファリスの黒弓か。まあちょっと台掛けくらいだったらお金を出して買えるし。大足も一回来たけど、うん、さよなら。で、ここだね。ここはもうスルーだな。この上からね、飛び降りてきて、ここに来る人も、うわー、やばい生きてる、なぜか生きてる。やばい、一発よかった、死ぬ。回復してるとやられるからね。うわー、かすった。ほんとこいつら異常だよな。さて、ソウルも回収してボス戦ですね。こいつはどうだろうな。魔法防御力がどれくらいあるかなんだよね、結局は。このまま突っ込んで消える。ほらほらほら、もう一発くらい弱こいつはマジで弱い。あ、ここ開くんだね、そういうこと。この仮面、ここがね、今ガーって開いてましたね。まあ、これで1万5000はな、結構うまいよな。ただこの先巨人墓場になるんで、まずはちょっと黒金糸を、せっかくね、先にイザリスに行ってきたんで、これがあるのとないとでも全然違うよね。アイテム回収に行きましょう。あと種火をどうするかだよな。ここの種火って何だったっけ。骸骨がすんげえいっぱいいるとこ。
基本的にはこの月光の体験でいいからね。種火はスルーでいいかな。あれどっちだ、こっちか。あと黒騎士もいたからな。あ、そういや黒騎士、あそこの車輪骸骨のところに王の黒騎士がいたんだよね。でももう脳筋キャラじゃないからいらないか、もう武器は。とにかく月光の体験だけで大丈夫だ。ああ、しまった、こいつもうちょっと一撃か。索敵範囲が狭いから引き寄せてから一発攻撃を当てて戦闘開始にしようと思ったけど、まあ大丈夫だったね。あれなんだ、いや下に降りよう。でこっちにいるんだよね。え、当たってない、いや一発で倒せなかったのか。さっきカウンターが入ったから一撃で倒せたのかな。ちょっとエストを飲んでおきましょう。体力は常に満タンに。でちょっと待ってね、これあそこに見えるんだよね。こっからさ飛び降りてさ攻撃した方が良くないか。ちょっとそれやってみよう。落下攻撃どう、入った、分かんない。いったー、どうなんだ、一発で倒せてんのか。で一応なんか飛び降りてもね、かがり火のところには行けるみたいですけど、ちょっとそこまで自信はない。こっから飛び降りてかがり火はね、行ける。よし、レベルアップ。履力が44までいって、そうか50まで上げるかどうかなんだけどな。本当は体力上げていきたいんだよね、こっから。でもね、最速魔術はちょっと技量上げていかないといけないんで、やっぱりね履力に44とか振るとなかなか他のところまで上げきれないよね。でこうパッチ君どうする、どうしよっか本当に。とりあえず話しかけよう。ノー、覗き込む、覗き込んどこう、人間性もらえるからね後で。で下に来ましたと。頭蓋ランタン、もう頭蓋ランタンはいらない。じゃあレア様に話しかけましょうか。聖職者、うお、レア様がいない、どこ行った。ほら、おっと、ほら、ひるまねえなこいつら。強靭度がかなりある。まず一匹倒したい。で、ただのフォースか、ダメージはないね。さらばだ。あれレア様どこにいるんだっけ。いた。もうすでに戦闘は終わったよ。ありがとう、生命脇。進行は上げてないからね、使わないけど。アイテムを回収したい。こっち側か、塊。これどう、一発じゃ倒せないか。ちなみに飛びかかりだと一発、多分両手持ちすれば一発かな。レア様ここからどうやって帰ったんだろう。てかパッチもそうだけどさ、明かりもないのによくここまで来たよな。あ、ここからあれが出てくるのか、いよいよ。ほいっと、しまった、失敗した、あれを使ってしまった、ビーム砲みたいなやつ。結構耐久力が減るんだよね。よし、
かがり火に行きますか。で修理1万1000だとレベル上げられないので、そのままパッチ君に文句に言いに行きましょう。あんた、まあ、どっちでもいいんだよね。許してくれって言ってるけど許さないって言うと人間性の双子がもらえますと。ありがとう、これは後で有効活用させてもらおう。でこの先この犬ね、イザリスの杖になってて、まあ、呪術とかでもいい気がするんだけど、太矢をちょっと一発ぶちかますか。一発、うわー一発じゃない、とこいつ逃がれてるからな。300個か。ソウルの槍を使えば多分一発だね。もうちょっと履力を上げないと太矢じゃ倒せないか。でここ入って黒騎士がね出てくるんだけど、ちょっとほっといて、まずこれをゲットで、ローリングで飛び降りる。で貪欲のね銀の指輪のところに出てくるんですけど、うまくいけばね黒騎士がね落ちてくれるんだよね。落ちないか。落ちて死んでくれないかな。死に待ち、ちょっと無理か。進んでこう。でこちらが出るって、とでちょっとどんどん先下へ。いった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 。黒騎士倒したところでエーストビン飲もうとしたら食らった。ここはね追尾の塊がいいね。これで一発だいぶソウルロストしちゃったけど、ここ当たっちゃうかな、大丈夫か。ある程度勝手に反応してくれるんで、いた、出していこう。これをいいね、こっちはアイテムだっけ、当たりそう。壁に当たるとなくなるからな。なくなっていく。邪神の盾、結局1個しかないよ。さて、まあ、出すは出していくか。ん？どっちだ？1個なくなった。1個なくなって4発で倒せるか。いや強い。これよこれ、そうだよ。魔法剣士とか言ってたけどさ、やはり魔術師はこれよ。じゃあちょっとかがり火焚きましょう。でどうしよっか。ちょっと待ってね、イザリスの杖はこっちじゃなくて、上は神聖グラブをもうセットしておいて、イザリスは下にしておいて、結婚の体験
右手と左手入れ替えるとね、ちょっと操作ミスを起こしちゃう可能性があるけど、塊ここはね、この白い系の塊とかすげえ手に入るから。しまった、さすがに3発じゃ倒せないか、4発分は必要だね。殴る50、微妙だ微妙だが、あれなんかアイテムがもう一個あった気がするんだけど、こっちだっけ、あるね、勇者のソウル。いやここもでもね、初回に比べれば全然早いよ。これでもう下でしょ、で月光の体験にして結晶トカゲはちょっと買っておきましょう。あれそういえばさ、座った結晶の塊の残弾数が消えためちゃ少ないんだけど、仮装でビレた時はロード、よし、おお白の塊か、両手持ちで進んでいこう。一応黒騎士用にパリーをねしようと思って紋章の盾にしたけど、まあ、全然いらなかったね。一発、よし一発、両手持ちで合流していこう。でここは鹿として、でこいつはなぜか知んないけど去ってくれるんで、このまま突き進む。あとは指に当たんないようにエストを飲んで、ちょっと片手にしよう。でこれ取って、で左側ちょっとこいつは処理とこう。でここから降りて現場回収、さらにここ落下攻撃で倒す。様子を見るために、だここで待機、上登ってこう。あここにアイテムがあったね、塊。人間性を稼ぐ余裕はないので、こいつも処理完了。あれ上まで来てんな、あと1匹か、一番上のやつだね。よいしょ、あーいや仕方しよう、英雄のソウルで。ニト戦はまず落下でダメージ食らうからね、落下制御持ってくればよかったかな、せっかく魔術師だから。大丈夫なんか落としてるけど。で神聖グラブに月光の体験がいいのか、魔法がいいのかちょっと悩むけど、とりあえず神聖グラブにして飛び降りを。結構減ったな、まず飲む。でスケルトンを引き寄せる、いって、で弱っ、筋力がないからだい。これがな、ちょっとニトが来る前に処理できねえな、これ。こんなとこさ、アイテムもらってもさしょうがないんだけど、ひたすら殴る。よし殴り倒した。あれこいつなんで生きとるねん、もう一発やばい、ちょっと待って、まず懐に入り込もう、安全地帯の懐に入り込む。あこれは待って待って待って、これはさすがに回復だな。よしこれで月光の体験に切り替えよう。でそこから殴る、
317。あれなんかまだ骸骨がいたか、もしかして巨大骸骨のとこで来ちゃった。そうなると早々に処理をしないといけないから、両手持ちにして2発入れよう。骸骨はもうちょっとほっとく。この際多少強引に行こう。後ろ後ろ、これはでもな無理だから、食らって回復して近づいて、よいしょ、あと2発ゴリ押す。俺の方が早い。よし倒した。まあ2とも割と安定してきたな。ちょっと神聖のグラブの弱さにびっくりしたけど、 OK、 人間性ゲット。これ取れない取れないよ。6万ソウルとかね、経験値はすごいよな。じゃあかがり火を持ちますか。もう対応中はいらないんで、あ、貪欲者の楽園装備すればよかった。倒してからねちょっとソウルが入るまで時間があるんで、その時に貪欲者の楽園付け替えれば取得できるソウル量が増えるんだけど、よし OK。というわけで結構早かったね巨人墓場。まあ、ニトがね弱いからね。あとどうしようかな、探索をするって言ってもな、別に欲しいアイテムとか暗月の指輪とかもな欲しいわけじゃないからな。まあいっか、ちょっと多分短いと思いますけど今回はこれで終了したいと思います。まあちょっとは上達したっていう証かな、短くなったってことは。じゃあ次は最後ですね。最後っていうか4つのソウルの最後、4人の子を、いきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。転送しとこう。